はようございます。おはようございます。今日は鎌倉パブリックゴルフ場に来ています。よろしくお願いします。イエーイ、横田慎一プロです。深田プロです。こんにちは。プロゴルファー VS リンゴルチーム、ということでチャンネル対決をしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。これワンオンしちゃうんじゃないですか。確かにもうするよ。もうそういうとこはなんか勝ち目ないじゃん、だってなんならドライバーもいらないんじゃないかって。そうだね、弟ならね、あなたの。え、でも横田さん行きません？5時ヤード置いてかれる。今黒いしゃがんでる人が241。あのね、旗に当てようとしちゃった。あの手前の黄色に当たっちゃって。あ、そっか、あれセンターホールか。それかマネジメントやります。なんか純ちゃんの得意な番手って何番ですか？大丈夫よ、そんな気にしないで。ドライバーで。でもこれ振りたくったらなんか左チーピンしそうな気がする。本当？やりますか。やろう。振っちゃいます。振ろう。みんなで振りましょうか。さやかちゃん急になんかネガーキャン始まったの。どうしたの？一緒に回ってるといつも、そんなこと守りに入るんですか、じゅんさんとか言って言うね、言うね、言うね。どうしたの？刻みますかとか言って得意な番手なんですかとか言って、私になんかさせようとしてんのかみたいな。大丈夫だよ、私たちもう打って大丈夫ですね。そうですよ。はい、打ちましょう。私でも見た目嫌いなコースなんだよね、これ。ここは2人でバーディー取りましょうか。ここは。え、ジュンちゃんフェーダーなのにこれ嫌いなの？なんか最近ダメ、見た目が。何が気になる？この景色だと。左に置くっていうのが好きじゃない。あ、右の木が嫌なんだ。フェアウェイセンターにある。うん。なるほど。左に置くのが苦手。なるほど、あっち打ちたいんだけどって感じだね、木の方向に。なんか嫌なんですよね。いいよ。全く問題ないじゃないですか。うまい。でもちょっとやっぱ巻きすぎちゃってない？いいよ、低いから大丈夫だよ、球が。いいよ、一番ボールどこにも行かないよ。行かない。その線がだったら曲がらない。曲がんない。すごいですよ。今振ったね、頑張って。でも、そういう気持ちはいいと思います。ジュンちゃんより飛ばなきゃ意味ない。ごめんね、ジュンちゃん。集中してた。気合入ってんの。位置のタイミング間違えた。そこか。なんか、ふんわりのところで、位置って行こうと思ったのに。なるほどね。ちょっとスタートダッシュボタンを間違えたんだ。ワンオン。頑張ろう、ね、マーベルクだ。うまく168。バンカーのがあるよ、そこに。バンカーは大体超えてると思うけど。超えた？あ、右の奥に。バンカーの奥に行きます。まあでもバーディー取れるんじゃないですか。すごい。もう作戦変更だからね。振ったんですか？振ってない、右に弾かれた。今の振ったんですか？あ、振ってない。転がしていこうかな。
うん、いいとこです。うん。ドライバーでこの距離は本当に行かないことないから。というよりはこういうのはちょっと難しいですよね。いや、うまかったけど、ちょっと弾かれたのは、ちょっとだけ。そうじゃん。まあでもこのホール女子のバーディーも可能性なくはないですからね。そうだね、確かに確かに俺らのダブルバーディーより女子のバーディーの方が確率高いわ、うん、これだ2人でバーディーだったら勝ちってことにさしてもらいます。いやなんかマジで負けることは多分ねかなりの確率であるけど勝てんのかな。本当ですよね。勝つチャンスあんのかな。でもパー5が、うん、2つあれば、うん、多分短いじゃないですか、うん、3はそこは確実にバーディー。でもさっきあの2人パー5チャンスじゃないって言ってたよ。なめられたわ。さかしグリーン間違えないでね。あの右の旗は違うからね。88です。あ、じゃあ AS もください。ありがとうございます。この黄色いとこグリーンじゃない。え、それ振り振りですか。やばいやばいやばい、多分敵だと思う。今日遊ぶさん。マジ敵、うん、敵かも。 88 の、うん、そうだなんかグリーン見えないから分かんなくなる、ね、あれがピン手前なのかな、どうなんだろう。そう悩ましてる。先打っちゃうじゃん。P で適当に打ちます。これは乗らないかも。やばい、落っこちるかも。ごめん、ちょっと右向いてたかも。いやいや、まさか当ててってことはないと思いますよ。まさか来ると絶対思ってないから、入ってるそっち側に。完璧。おお、これはうまい。これだ。ナイス。やばい、うまい。でも何も言ってこないから、いやもうなんかもうがっかりしてんの。がっかりしてんじゃない。私の一球でホッとしてさやかちゃんにさらにがっかりしちゃってる、うん、なんだよ。いや、こうなってるからジェットコースター。やばいじゃん。嬉しい時から。いや、気分はジェットコースターだ。たまにはそういうのもね。そう、今の作戦だから。そう、あえて純ちゃん右にね、やったかもしれない。難しいですね。スピン、うわ、これグリーン面どうダウンスロープなんですか。ちょっと、いや、ファーストバウンドがえらい跳ねちゃった。おっと、純ちゃん先生だ。先生いる。あら、もう本当に。ロブの天才、横田慎一。こういうのやらせたら、あれ止まんないよ。凍ってますか。いやどうしますか、これ入っちゃったら、私たち、うん、入るよ、これは。というか、もうこれ入れるしかないんですよね。入るしかないやつだ。いや、気持ちはわかる。あ、そうか。
こういうのマークしよう。一応ね。そうだよ。パーのそうだよ。パーもそうなんだな。そうなんですよ。パーも一応大事なんだ。狙うしかないと思って今適当にもうパーで打っちゃったよ。向こうは多分2人ではパーはもう確実だから。そうですよ、ね。うん。すっげえライン見てる、うん、あーナイスバディだ。あいいな。あの打ち方バックスピンの打ち方バックスピンかけてました。え、じゅんちゃんバックスピンかかってた。かかってただけどなんかパチンって打ってたもん。流れっていうものを感じるパッティングでしたね、この勝負の流れっていうものを。じゃあお願いします。これでいく、これでいく。イエーイイエーイ。2回も打たなくてよかった。 OK です。オッケーとかじゃないから。練習だよ練習。スリーダウンでしょ。うん。さあ、勝ち目ないじゃん。あれもうすぐどうなの？次が6番なんで、あの負けたら終わりちゃいます。負けたら終わりで。はい。負けたら。はい。ベストスコアにしますか。普通にバーディーじゃん。ベストスコア。ベストスコア。うん。変えてくれんの？ベストスコア。ベストスコアなら。もう背に腹は変えられないじゃないですか。はい。ベストスコアにしてもらいましょうか。お願いしてないけど、そうした方がいいんじゃないみたいな。お前こういうこと言われないんだけど。でもここ6番なんだからね、はい、だから全部勝たなきゃいけないんだよ。5番でほらルールを変えましょうってボロ負けだったら言ってたから、うんうん、だって、まあ、やる前からそんな予感がしてたもん。はい、じゃあルールが変わりました。はい、横田プロチームはベスト、ワーストスコアからベストスコアに変更で、はい、それでも全部勝たなきゃいけないんですよ。そう、もし逆転をどうのとかってんだったらこの後が全部2点ずつ。いや、こっから全部勝つでいいですよね、ベストスコアにして。はい、うん、それはもう全ホールバーディー。うん、おお。怒ったよ、おじさんたち。奥なの？ファイブだね。またあれですね、我々にとっては至難のあるじゃん。ここドライバー禁止。左、あ、民家がある。刻まなきゃダメなんだ。男性ドライバー、あ、禁止だ。また難しい。あ、そうなんだ。池までが205、木が290。うん、ドライバーで軽く打ちます、はい、じゃあ私はね。そうですね、はい、優しく優しくいきます。もうそういうのもできるんだ、はい、優しく優しくです。あ、大丈夫、ふわっ大丈夫だよ、きっとね。ふわっと打ちます。はい、置きに行くってやつですね。はい、ゆっくり振る。スプーンね。はい、おお、完璧。ありがとうございます。だんだん良くなってきたね、やっぱり。Tショットがドライバーじゃなければ。あ、確かにね、反力使ってね、反力。何番アイアンで？5番アイアンで
180ちょっと打つイメージですか。そうですね、今アゲンスなんで、うん、どうなんだろうか、180、そう、ちょっと、あれ、なんか開いたね。OK です。だと思います。なんだろうか、ちょっと振り遅れたな。まず5番屋行きます。5番屋、はい、やっぱり左から狙った方がセカンドグリーン広く使えるイメージですか。まあそうじゃないけど、まあちょっと左なんか木があるんで、うん、気になっちゃいます。こういう単純なまん丸グリーンのピン振った時って難しいですよね。難しいですね、うん、まん丸グリーン、うん、あのグリーンの形が丸い、あ、ものすごく縦距離がもの重要になってくる。そうなんですよ、はい、ごめんなさい今ね、本当になんか面白いこと言えなくなって真剣だから、マジ考え、どうやろうかな失礼しました。あとないからね。そう、見つめられちゃった。ワーストって本当嫌ですね。本当楽しいもん、これ2ホール目行ったぐらいに気がついた、ようやく。やばいこれ。ちなちゃん、チキチキライスやってんの。やばくないあれ。何え、私多分ギリギリだと思う。 あれでしょ。いい、ね、あ、いやでしょ、あれじゃないですか。うわ、勝ったじゃん。マジで危ない。チキチキレースとか上げてるな、うん、ちょっと右上げ、ピンにしようかな。ピッチング、うわ、ちょっとねじれすぎ、飛んで飛んで、あ、当たった、あ、危ないね。できんだ。急で軽く打たなきゃいかんのかな。まあまあでもいいや。風結構ある感じ。いや、そうでもない、ちょい上げって感じ、うん、うん、芸術的。やばい、おーいえーい、チャンスには来たけど、チャンスには来たけど、チャンスには来ましたね。100ちょいです。9番でいきます。うめえな。めちゃめちゃいいじゃん。今みたいな海老原誠二さんと船戸川さんしか打たないよ。テクニシャンやん。え、純ちゃん今9ですか。9、うん、テイクバックちゃめみたいな。うめえな。あの時もしかしたら全然やってなかったです。じゃあ、じゅっちゃんが乗ってるのに。じゃあ普通こんな感じなの。もはやベストスコア60代でしょ。いやいや、絶対出ない。クレーム入ってるよ。ちょっと。ベストは赤 T だったら73です。ふーん、どれ。いいかな、じゅんちゃん乗ってるからピッチングでちょっとやりたいことやります。この前教わったやつ。お、何教わったの。フックボール、はい、体がこっち向いてて、でもこうか、こうで、うん、
だけど右側にとスライスしてるね。あれうん、まあまあまあじゃあなんか体の向きは右で、うん、でもフェイスはピン方向向くんですよ、うん、なるほど。そうするとフックボールかかるよって言われたんだけど。 あれ違います、もしかして。いや、かかると思う、ちゃんと打てば。今ちゃんと打ってなかった。ドン前ででもおじいちゃんが乗ってるからね、うんうん、あれ OK じゃん、ほぼほぼ。ワンピンないよ、あれ。いや、ほんとうまく打てたあれを2人で入れたらまた入るじゃん。もう本当に怒り始めちゃった。最後はスクランブルにしてもらいます。スクランブル同士。こっちもね。ここ負けたら終わりなんだよ。そうだよね。うん、あ、でもワンチャンあるな。でも距離あるじゃないですか。けどね。ねえ、サイコさん、これやばくない？もうバンカーのつぶつぶとかも取っちゃうよ。試合でもそこまでやったことない。バンカーのつぶつぶ。でも2人バーディーだったら問答無用で勝ちとかそういうお情けなし。2点にしよう。うん。え、俺ら挑戦者だめちゃめちゃ上かった。こういうシチュエーション初めて。分かんないから。まあ負けはないです。入れてね。怖いよ、じゅんちゃん。かけることあるじゃん。入れ。おお。引っ掛けたじゅんちゃん。まっすぐだった。いや、なんかちょっとフラフラしてたね、ボールが。うん、うん、フラフラしてた。ボールがフラフラしてたよ。確かに。あ、右でした。オーケー、ドーン。よし、戻した空気読まないつもりだったんだけど、全然ダメでしたね、あのポーズやるつもりだったんだよ。うん、これ帽子かけてやってナイスバーディーです。ナイスバーディーです。あー、すごかった。もう、もう喉カラッカラなんじゃないですか、小田さん。そう、もうキューティーぐらいリップクリームが必要ベストボールになった瞬間、塚田さんのスイングが変わったでしょ。